もルドラックスです。中村かほちゃんというねシンガーソングライターかなの女の子がいてですね、その中村かほちゃんのライブに久しぶりに呼んでいただいて名古屋まで、ライブをしに行ってきます。チェルミコさんという2人組のラッパーのユニットの、ツアー名古屋、今日明日と名古屋行ってくるのでその様子を Vlog 撮っていこうかなと思います。それでは行ってきます。東京駅に到着。基本的に時間ギリギリ集合恐怖症なので、朝は少し早く行ってスタバとかで作業をしてから新幹線へ向かいます。東京から名古屋まで、さあ胸を躍らせながら新幹線に揺られております。そして名古屋へ到着。静かに寝て帰れよ。嘘、名古屋来たのに何もできへんの。名古屋に来たなら静かに寝て帰れ。私だけ泊まりじゃないんです。帰りもう帰られる。皆さんは泊まりもう帰られる。着替えて帰って寝ると思う。静かに寝て帰る。さあ、ゼップ名古屋に到着。楽屋に着いたら見たこともないおしゃれなラベルのお水と色とりどりなお弁当。かき箱な、うまっ。うまい。いやでカメラ回ってるからこういう反応するんだと思ってるよ。めちゃくちゃうまいから。あのベーシストが真ん中って珍しいよね。確かにね。中村かほ見に来てる。あれかな、かほちゃん。真ん中一瞬眼鏡かけてるから。あれかな。消えて、つけて、うん、嬉しい。最後多分ヤバい顔してるから消えてほしい。消えてほしいんだ、顔がヤバいから。顔ヤバいから消えてほしい。歌で、ドゥ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 ド
作った。何の？砂肝。おお。大根。おお。俺全然作ってないし。俺もうカレー全然作ってなくて。あ、そうカレーですか？チャールって、ね、インドの漬物みたいなやつ。へえ。そう。もうゆりさんが教えてくれってすげえ言ってて。砂肝で？砂肝で、そう。砂肝で。めちゃくちゃ美味しくて、そう。なんか動画くれてさ。あげたわ。俺おかっぱなってしまう。そう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 。まあまあまあ。レシピ動画もさ。まだ YouTube を全然やる前に。そうそうそう。まあ、でもそれを見て絶対りょうくんは YouTube やった方がいい。言ってる。絶対やった方がいい。やりました。いっぱいいる？いっぱいいます、いっぱいいます。いっぱいいる。全然バレてる。楽しい。何みたいな顔されだす。何これ？ミニカレー。めっちゃちっちゃいカレーあった。いや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 。あ、お弁当食べたじゃないですか。見に来て弁当食ってるってあんまらん。あんまらんけどおもろい。本当だよ。あ、ミニカレーなんや。ミニカレー。え、めっちゃいいな。いや、そうなんですよ。絶対に成功させようね。よいしょ。はい、1日目名古屋終わりました。1日目っていうかね、仕事できたのは今日だけなんやけどね。明日は一応オフということで、いや、めちゃくちゃライブ楽しかった。自分たちのライブも自信持ってすごい良かったなって思えるし、対バンというかお誘いいただいたチェルミコさんのお三方かな、 DJ さん合わせたらお三方、もうめちゃくちゃライブ良かったし、ちょっとねライブの様子とかは載っけられるかわかんないけど、リハーサルの様子とか映像見てもらって、あの雰囲気掴んでいただいたらいいなと思うんですけども、めちゃくちゃ楽しかったです。明日はどうしようかな、特に何も考えてなくて、一応夕方ぐらいの新幹線で帰るんやけど、名古屋っぽいもの、いや、ひつまぶし食いたいな。今日はゆっくり休んで寝て、明日一日名古屋を楽しもうと思います。それではまた明日。さあ、名古屋2日目、朝はトーストかと思いきや、なんときしめんをかっくらいました。味噌きしめんということで、味噌煮込みうどんバイブスを感じました。食後は名古屋散策、ブラブラ歩いてるとのりたけの森というなんかインスタ映えしてる場所に行きました。特に名古屋は関係ないような写真です。お昼ご飯はめちゃくちゃ迷った挙句、せっかく名古屋来たということで高級ひつまぶし店に行きました。めちゃくちゃこれが美味しくて、ほんまに美味しくて、まずはお出汁を入れずにうなぎ丼のまま食べるんですけども、この時点でマジでうなぎがほんまに美味しくて、パリパリの皮とふわふわの中身、はい、で出汁ですね、このお出汁をかけていただいても本当に美味しかったです。便長さん、ごちそうさまでした。山本屋本店さんで名古屋コーチンと味噌煮込みうどんをお土産にしっかり買って帰りました。名古屋のバイブスを全部お持ち帰り、1泊2日の名古屋旅、これにて終了。ご視聴ありがとうございました。